こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、皆さん、女性の皆さんね、生理痛、これひどい人もいれば全然ないです、生理痛なんか経験したことないっていう人もいたりとかして、すごい同じ女性であっても個人差むっちゃあるかなと思うんですよね。でもこれ生理痛ってひどい人は本当にひどくって、私もね何回か経験があるんですけど、あれなんでやったんかね、あの時だけなんですけど、理由わからないんですけど、もう痛すぎてもう布団かぶってうなって、もうずっともう痛い一日中、もう薬飲んでも効かへんしみたいな激しい生理痛で、もうなんか冷や汗ともう吐き気ときて、もうこれ陣痛張りのね、あのあれ高校生ぐらいやったかな、なんかそういうのが何回か経験したことがあるんですけど、それが毎回来るっていう人もいたりとかでね。で、生理痛ってね、まあ、月経、これは女性であればみんな経験するから我慢しなあかんと、みんな我慢してることやから生理痛は我慢しなあかん、みんなしてることやから私甘えたこと言えへんわみたいなね、思い込んでる人すごい多いんですけど、実は生理痛って侮るなかれなんですよ。はい、一通のお手紙をいただきました。生理痛を、彼女は病院行ってたんだけどね、その理由、原因っていうところに着目してもらえずにずっと来てしまって、結果その生理痛の大元が原因で子宮を取らなければならないということになったあの方のお手紙なんですけど、生理痛ほんまにほっといたらね、そういうことになりかねないんだよっていうことをぜひ皆さんに知っていただきたくてご紹介させていただきないなというふうに思います。生理痛ひどいあなた、ぜひこの動画最後まで見てください。頑張らんでええです、適当でええです。 Get my life color You get my life color はい、ではいただいているお手紙をね読みます。はじめまして、私は41歳未婚、子供はいません。初潮は13歳でした。生理痛がひどいと思ったのは17歳の頃からでした。友達や周りの人の話を聞いていて、私ってちょっと生理の量も生理が来るペースもなんか多いかもと思いつつ、かといって病院に行く根性もなく放置していました。20代になり職場の健康診断で貧血で引っかかり、でも生理って病気ではないしみんなあるしあまり気にせんとこうと思って、毎月毎年それから健康診断で貧血では引っかかるようになりましたが放置で、そのうち母親に言われ28歳で初めて婦人科クリニックに行きました。内診とエコーの結果、特に問題もなくただのストレスと言われました。生理というのは誰にでもある病気ではないからもっと強くなりなさいと言われて、私の中でやっぱりな、そう言うと思ってたわと思いながら、とりあえず問題ないしよかったと安心していました。毎年相変わらず健康診断で貧血では引っかかっていましたが、これが普通やと言い聞かせて過ごしていました。35歳、本当に生理の量が多くて気になりだして、でもストレスやし、ストレスなんか誰にでもあることやし、でも気になるし、でも前に行ったクリニックの先生にまたなんか同じこと言われたらと思ったら行きにくくて、次は地元の総合病院婦人科に行き、また内診エコーの結果、やはり特に問題なく、同じように先生にはそんなことで考えすぎるからよ、もっと大変な人がいるんだからって言われました。実際私の周りにはお腹の大きいママさんばっかりで、たかが生理痛でやっぱり病院なんか行くもんちゃうわと思って。38歳、職場が、他県に移転することがきっかけで退職して、地元で職探しをしながら、職者探しの中動悸息切れが半端なくなり、相変わらず生理痛もすっごくひどくって、でも病院行ってまたストレスやら気にしすぎやら言われるのがもう正直嫌すぎて、思いついたのが献血だったんです。血液検査が無料でできる、そして誰かの役に立つ、そして先生にいろいろ言われることもない
と思ったからです。献血前の検査で先生が来て、あなたすぐ病院に行きなさいって言われて、は？ってなって、何がダメなん？って聞いたら、あなたから大切な血液は取れない、とりあえずすぐ病院に行きなさいって言われ、私の中でも病院は絶対嫌やしと思いながら、また別の婦人科クリニックへ献血のバスの先生に言われて来たんですと伝えて、クリニックの先生の問診を受けて、とりあえず血液検査をしてみようということになり、結果翌日クリニックの方から連絡があり、行くと血色素量が 4.1、 白血球 7.0、 赤血球 298、 輸血が必要なレベルなので大きい病院に行きなさいと言われて、紹介状をもらって行ったら、今度はなんでこんなになるまでほっといたんって怒られて、そのまま入院になりました。3日間輸血して過ごす中で、もう意味が分からなくて、とりあえず数値も戻り、退院してから、それからいろいろ検査した結果、子宮筋腫による肩月経からの重度貧血ということが分かって、もう散々今まで何してたんやろ、ありえへんって本気に怒られて、でももう何も言う気もせず、ただ一人で 家への帰り道に泣きました。そこから毎月ホルモン注射をして、それでも成果がなくて、結果筋腫の大きさがでっかくて予備軍もいっぱいあって、子宮全摘になりました。全摘って言われて、はい分かりました、しますとも言えず、返事は少し待ってほしいのですがって言ったら、いつなら決心できますかと言われました。もう私は帰ってきてひたすら泣きました。一体ほんまに今まで何してたんやろうかとか、私の中で大変な人いっぱいいてるのも分かってるし、でも子宮全摘って全く受け入れられず、多分久子さんがこの手紙を読んでくださってる頃には手術も終えて普通の生活を送っていると思ってこの手紙を書いています。はい、というねお手紙です。まあ、彼女今41歳ということなので、まあ、私よりも、まあ、5、6歳若いですけども、まあ、同じ世代、同じ40代って考えたら、彼女が17歳、まあ、20代の頃って今ほどまだ医学が発達してなかったんですよね。だからなのかな、子宮筋腫、こんな肩月経になるような、ね、重度の貧血になるような筋腫が発見されなかったということが、まずマジで、彼女ちゃんと動いてたしね、ほんでクリニック行ってるし2件ぐらい行ってるもんね。でもそこで2件とも特に問題なくてっていうこと言われてる、なんでこういうことになったんかなっていうのが、まず同じ医療者としてほんまごめんなって思います。でね、ただ一つ言えるのはね、筋腫ってね、分かりやすくポンってできてたらエコーとかでもね、あ、子宮筋腫かなっていう所見があるんだけど、すっごい大きくなりすぎてたりとか、すごいいっぱいありすぎたりとかした時に、エコーで見た時に分かりづらいっていうことが、大きくなりすぎてたり数が多すぎるということでね、分かりづらいっていうことはなきにしもあらずなのかなとは思うんですよね。だから彼女の場合そういうことになってしまってたんかなとも思うんですけど、ただもう肩月経があったりとか、その月経が量が多すぎるってですね、あと生理痛があまりにもひどいっていうような症状、その訴えがあって、で血液検査でも貧血がある時点でやっぱり子宮筋腫とか子宮内膜症とか子宮腺筋症とか、そういうことになりうる原因の病気が頭に浮かぶと思うんですよね、先生も。ってなったらエコーでは見つからなかったけど、じゃあ MRI 撮ってみようかとか CT 撮ってみようかっていうので、もっと詳しい検査でその問題が起きてる原因を特定していくべきだっただろうなと思います。なのにそれが行われず、生理なんかみんなあるんやから、あなたが神経質なんだから、もっと大変なママさんいっぱいいるんだから、もう頑張らないと、あなたがストレスよ、その対応はちょっとほんまにありえない。ほんまに同じ産婦人科医療者としてね、なんかもうごめんねってごめんねとしか言えない。もうごめんねの結果子宮全摘、いやもう謝っても謝っても謝りきれないわって思うんですけどね。
うん、でも今の時代はおそらくそういう症状で病院に行ったらこういう対応されることはまずないとは思うんですけど、なくてあってほしいと思うんですけども、うん、でもね、あの彼女がこんな経験をされたことで、あの彼女のね子宮は戻ってこないんだけども、あの多くの女性に知ってほしいんですよ。生理痛侮らんといてください、ほんまにね。あの子宮筋腫っていうのは、例えばあの閉経する頃の女性、まあ、私の年齢、私今48ですけども、これから閉経していくそのぐらいの年齢の女性であれば、だいたい 80% 以上の人たちが何らかの筋腫をもう持ってるっていうふうに言われています。30代でも4人に1人は持ってるって言われてる筋腫をね。ただその筋腫ができる場所であったり数であったり大きさであったりっていうことで、小さいものであればそのまま、まあ、あの子宮筋腫っていうのはエストロゲンっていう女性ホルモンが動いている、その月経がある毎月毎月排卵があるっていうことで、あの子宮の中に良性のできものができちゃうっていうね。だから悪いものでは決してないんですよ。その女性ホルモンが動いてるからできてまうっていうようなもんやでね。だから、まあ、あの閉経迎えていって、その女性ホルモンエストロゲンの分泌量が減ってくると、その排卵月経っていうのがなくなってくると、エストロゲンの影響を受けて子宮筋腫大きくなるから、もう閉経してくれば子宮筋腫あったとしても、それはもう今後大きくなるどころかちっちゃくなって廃れていてなくなっていく方向になっていくから、そこまで持っていけそうやったらもう様子見ましょうになるんですけど、ただやっぱりそのできる場所とかによってはね、すごくあの出血量が増えてしまって、あの月経がひどくなってしまって、それに伴 もう極度の貧血が起きてきたりとか、日常生活がままならないような生理痛に苛まれたりとか、あともう生理の2日目とかもうナプキンじゃもう無理みたいな、タオルバスタオル当ててへんかったらもう血まみれになるよっていうような出血量がなっちゃったりとかで、もう日常生活がままならない状態になる場合もあるんですよね。そういう場合にはやっぱりもう治療が必要になってくる。で、子宮を取ってしまうっていうのはもう最終手段であってね、そうなる前にだからできることっていっぱいあったわけですよ。例えば排卵を止めてあげる、ピルを内服することによって排卵を止めてあげれば月経がね、あのマシになる、あの少しになる、排卵止めてあげれば。そういうことをすればエストロゲン、その女性ホルモンの分泌の高温な波をスーッと止めてあげる。そうすると子宮筋腫ひどくなる、子宮筋腫は治らないけどね、ただあるものをここから悪化しないように止めることは可能やし、ピルでね。あとは、子宮の中に入れてあげるあの器具なんですけど、黄体ホルモン、あの、これもまあ女性ホルモンの一つなんですけど、それを子宮の中に器具を入れて、その器具から、ホルモンがわーっとこう子宮の中にね、常にこう浸透していくっていうものなんですけど、それをやってあげることによって、排卵は起きるんだけど、そのホルモンの影響、あの入れてるホルモンの影響によって子宮の内膜、その内膜が飛行していって、それが生理の時にベリベリって剥がれて月経になって出ていく、その内膜がいっぱいいっぱい膨らんだ状態を作るから、それを全部剥がして出血して出していくのってめっちゃ大変になるから、内膜の飛行を最低限にも薄っぺらい子宮の内膜にしておけば、それ剥がれて出ていったとしても月経めっちゃ軽いわけですよ。剥がれるべき内膜が薄いわけやから、そういう風にするような治療があったりとか、いろいろねできること、その子宮全摘にしないといけない、その子宮、そこまで子宮筋腫がひどくなっていかずに止める方法っていうのがたくさんあったわけですよ。なので生理痛がひどい人たちって、その内膜剥がれていく内膜がむちゃくちゃたくさんある子宮内膜症っていう病気、あとその子宮の筋肉の中にその子宮内膜と同じ組織をいっぱい作ってしまう子宮腺筋症っていう病気、そしてこの彼女が苦しんだ子宮筋腫っていう子宮の中に良性のできものができちゃう病気、この3つに関してはね、隠れていることがあります、ひどい月経痛を持っている女性たちは。なのでなるべくそれを早くに発見して、そこからひどくしないようにね、子宮全摘、もう産まないよ、もう40代だし子供は産まないよだったとしても、やっぱり女性として子宮を失うっていうのはものすごく大きな喪失感を伴うことだと思います。私も12人産んでもう産まんやろって思っても、今子宮なくなってもいいって言われたら、それはちょっとって思うもんね。やっぱりなんか寂しいし、うん、でもし乳がんになりましたっておっぱい一つ失いますけどいいですかって言われた時に、いや別にいいねんけど、でもやっぱりそんな簡単に受け入れられるかったら、やっぱりね、おっぱいって女性の象徴やったりもするし、抵抗ないかったら抵抗あるよね、うん、当たり前だと思うんですよ。
でもそういう状態にならないようにできることいっぱいあるわけだからね。生理痛ひどい人、薬飲んでも効かへんわっていう人、あまりにもひどくないかっていう人、どうか我慢せずに、みんな我慢して当たり前だと思わずに病院に行ってください。うん。でそんなみんな我慢してることやし、生理痛はみんなあることやからとかっていうようなドクターやったらね、そこの病院もやめよう、他の病院行こうね、とことんいろんな病院行きましょう。でちゃんとその生理痛がひどい原因を特定してもらわないといけないかなと思います。でちゃんと見てもらった上で何もないんやったら、これはじゃあ、ね、理由はないけれども生理痛がひどいから、じゃあそれをひどくしないためにやっぱりピルとか、ね、ミレーナっていう子宮の中に入れる器具であったりとか、いろんな方法でこれ以上生理痛がひどくならないような対照的な治療をやっていこうねっていうことができますからね。ほんでも生理痛なかったらパフォーマンス上がるでしょ。毎日の趣味に没頭することも、仕事に没頭することも、やりたいこと、ね、いろんなこと楽しくできるじゃないですか。人生その方が絶対効率的なんですよ。なので我慢せずに病院に行ってほしいなというふうに思います。で生理痛の時にね、痛み止め、これ痛くなってから飲んでも効かないからね。生理痛っていうのはプロスタグランディンっていう痛み物質が生理の時にわーっと出るんですよ。そのプロスタグランディンっていうその物質が子宮を収縮させて経血を外に出していく作業をやってくれるのね。でもそのプロスタグランディンっていうのは同時に痛みを誘発する物質なんです。それが人より多めに含まれてる人っていうのがやっぱり体質的にいるのね。プロスタグランディン の産出が多い人、これはもう体質なので、じゃあプロスタグランディンが出るのを抑え込んであげればいいわけよ、ね、そのためにはそのもう痛くなってからではプロスタグランディンドバッ出まくってるんですよ。それも出ちゃったやつ抑えられへんから、出る前にそれを抑え込むっていうことが必要になってくるから、そろそろ来るぞ、これから痛くなってくるだろうなという前段階で薬痛み止めの内服してもらったら、痛くならずにねちょっとマシになって抑え込むことできますのでね。そのプラストグランディンの分泌っていうのは、これ陣痛の時もプラストグランディン出るんやけど、でそれと同時にこの胃腸の働きも緩慢にするんですよ、プラスタグランディンで。だから生理痛の時に吐き気がするとか下痢になる人いるでしょ。で陣痛の時も嘔吐する人いますよね。これもプロスタグランディンの影響なんですよ、うん、すごく必要なものな物質なんだけど、過剰に出るといろいろ弊害があるものやから、必要最低限だけ出すようにしてあげればいい。その方法はたくさんあるから。なのでどうか生理痛で苦しんでる女性の皆さんね、我慢せずに、それは甘えでも何でもありません。自分の体は自分の身しか守れないからね、自分しか。なのでいい病院見つけて治療をねちゃんとしてほしいなというふうに思いますので、このお手紙の彼女ね、ほんまに気の毒やったなと思います。でも彼女がこうやってお手紙を私に送ってくれたがゆえにね、彼女は世の中の役に立ちたいから献血に行こうとしてくれたよね。それと同じように身を張ってね、体を張って、きっとこの動画を見てくれてる生理痛で苦しんでる多くの女性をこのお手紙の彼女は救ってくれました。でそういう意味では本当にありがとうございました。あなたは無駄に子宮を失ってないよ。たくさんの女性たちを救ってくれた、本当にありがとうございます。はい、12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。